ちゃんと律儀にやってたよ。いやそう律儀すぎたっすよね。これ何律儀すぎたってそういうゲームやんかこれ。キス待ちみたいな顔だな。はずなんか。こっちか。よいちょい。おざます。どんなあり。あるある。人が多分変なんでもうこのゲーム破綻しますよ絶対。今回の企画はなんと変顔マッチのとは。僕も初めてやります。ちょっとルール説明、ゲーム説明させていただきます。はい、お願いします。変顔マッチ、うん、親は山札から絵柄が見えないように1枚引き、これね。はい、うん。おでこに当ててみんなに見せます。はい。そして親の変顔マッチの掛け声に合わせ、他のプレイヤーはおでこに当てているカードの変顔を演じてください。うん。親はその変顔を見てオレンジのカードの中からおでこのカードがどれなのかを推理して1枚選びます、はい、それが合っていたら親は青いカード1点を獲得できます、うん、また一番ぴったりな変顔だった人にオレンジのカード、1点を渡します。なるほど。不一致の場合は失敗なので青いカードは捨てます、はい、親を交代しながら、まあ3、4周ぐらいして、うん、得点が一番高かった人の勝利となりますと。はい、はい、わかりました。はい。本当に大丈夫そう。わかるわかる。うん、okay、さすがにね。さすがに。さすがにって何？さすがにさすがに。さすがにね。じゃあ行きます。一発目。ドン。言いますよ。言いますよ。はい、はい、はい。変顔マッチ。結構でもこれは簡単な気はしますけどね。うん、まあじゃあいいですか、うん、はい。3番のこれ正解です。イエーイ。まあこの時点で僕はこれを1ポイントいただける、はい、ということで、ね、でどっちの方が、うん、あのヒントをもらえたかっていうのはあるんじゃない。しっかりとこうデフォルメしてたのはこっちなんですよ、うん、でもこっちの表情に近いのはリュクだったんだよね。あー、そうね。めっちゃむずいな。のすけかな。ふざけんなよ。なんか分かりはやすいというか。なんでちょっとデフォルメせないかんの。なんかちょっと激しめ、顔が激しめだった。激しくなったら別のもんやこんなんになるやん、そんなん。まあでもここをちゃんとあの尊重しながらの激しめだったんで、ね、なるほどな。うん、だから意外とこれで分かるかも。この人が多分変なんで、もうこのゲーム破綻しますよ。いきます。はい、のすけのカード。はい。わあ、絶妙だね。絶妙だね。絶妙だね。やってみよう。変顔マッチお願いします。うわどんなこと。あーでもちょっと近い。おもろ。どうですか。キス待ちみたいな顔だな。はずなんか。キスした方がいいのか。やめろ。いやいやいや違うか。これ16番。本当にいいの。大丈夫。いやそうやろ。正解。ウェーイ。ということで青のカードをとりあえずのすけくんはポイントとしてもらえる。もうすでに2ポイント。で分かりやすかった方にどっちからどっちからもうもらえたか、自分のそれを。そう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 、正解をいただけた。インスピレーションね、受けたかね。どっちがセクシーやったかっていう。なんなんその関係ないやん。新たなポイントやめてよ。キスしたいなっていう方はマグでした。変な風に進んでるって。こういうゲーム、こういうゲームじゃない。ありがとうございます。なんか今日ここで終わらせようとしてね。じゃあお願いします。僕のカード、はい、こちらです。ちょっとむずいかも。じゃあいきます。変顔マッチ。おもろ。え？わかりました。あーでもね、わかったかも。これだと思います。正解です。結構簡単だね。意外とね、うん、優秀かもしれない。シンプルにめちゃくちゃ似てた。お、うん、なんかすごい、あのあんま嬉しい、ここの空洞感がなんかこうできてた。確かに絵の感じがすっごいできてた。あ、まあもう一周していきますか。またカードありますし。じゃあどんどんやっていきましょう。はい、いきます。ドン。見た。いいですか。あ、でも特徴あるね。はい、いいですね。いきます。変顔マッチ。ちょっと違うんだな。はい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 、まあ、分かっ…あ、待って。え？
OK です。 OK ドン。正解です。すげえ。ちょっと ね、 いいね、似てるのあったから調子あれだったんだけど、俺も確かにこれやばいと思った、ね、そう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 、けどまあどっちも目開いてたんで、うんうん、こっちかな。なんでだよこっちかな。正面にやってたよこの人。こっちでやってたよ。あ、確かに。でこれ角度見て、こっちだよ。じゃあこっちか。よしよし、おざっす、おざっす、おざっす。そんなあり。ある説得っていう、説得っていう、説得っていう新しいスタイル。なるほど。そうそうそう。いきます。はいはい。うわー、あ、これちょっとむずいかも。うわ、変顔マッチお願いします。リリシー、リリシーし、なんかバカやな。おい？ん？これむずいね。むずい。ちょっとちゃうもんだってニュアンス。あ、わかった。これです。え？正解です。やば。これ。お題自体がちょっと難しい。やばすぎる感じで。まずこの口できんし。そう。そんな口できない。全然違うかって。いやいや、結構やってた。しゃくれてるもん。違うよ。そのなんかこの口がマジでできないじゃん。やってみよ。そう、マグがめっちゃうまかった。アヒル口にしたらちょっとこういう形になるね。アヒル口か。おー、早いな。そう、こっち表現のこのね、この三本線むずいから。だから俺はもう目ですごい悲しみを表してしゃくれてる。やってる。分かりづらいだろ、目は。じゃあいきます、こちら。あー、なるほどね。じゃあいきましょう、変顔マッチ。え、あー、結構興味。あ、でもこれは、いやいや、俺分かった分かった。じゃあ選びます。はい、こちらです。正解です。はい、まあまあまあ、これは、まあ、シンプルですね。これは簡単でしたね。どっちが虚無度を出せてたんだよね。虚無に何か意味を感じちゃった。君の方が何も考えてない。そう、やったぜ。じゃあ俺3枚で、俺が5枚です。4。おお、ちょうど、まあまあまあ、いい勝負だね。じゃあもう一周したいと思います。ダン。あ、もうこれはいけるよ。いけます。じゃあ変顔マッチどうぞ。僕が選んだのはこちらです。正解、正解です。わかりやすかったのはねこっち。なんでよ。いや、なんかね、こっちの方が分かりやすいんだよね。うん、いや、じゃあちょっとだからこっちに近かったって俺は。なんかこう、こっちじゃん、こっち。ほら、この口見てて、ちょっともういいって。説得すんな。いやいや、ほらほら。説得ダメなんだって。あ、これだ。これ俺の、これ俺の。はい、じゃん。くそ。はぁ、あ、はい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 。はぁ、あ。変顔マッチ、お願いします。はい、はい、これです。正解です。まあ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 、これはね、これはもう、うん、流れ的に、まあシンプルにどっちがやっぱできてたかでいいよ。全然シンプルに、どっちができてたか。もらおうとしれん、もらおうとしれん。シンプルにマグやったもういや、申し訳ないけど、ただ6枚やから。おい、そこで慈悲を、バランス取るなよ。ありがとうございます。バランス取るなよ。バラエティ的に慈悲をいただきました。はい、こちらです。うん、なるほどね。変顔マッチ。うわうわ、はい、僕が選んだ方こちらです。正解です。どうですか、リュウ君的に。分かりやすかったぞって。いや、
あげないっていう選択肢。いやないないない、そのルールが変わっちゃってる。ここにもうここでとどめとどめる、あげないっていう。だとしても引き分けだし。どっちがこう優勝かだね。うん、優勝は。こちらです。やったぜいやだって買うぜ変顔マッチしてました。変顔マッチしてました。一番変顔皆さんもあのそれぞれの変顔を見れてよかった。確かにね、よかった感じ。なかなか変顔する機会なかなかね、なんか一応ねこうアイドルですから。まあ確かに一応一応ちゃんとよちゃんとちゃんとよちゃんとアイドル、ちゃんとアイドル、ね、変顔をやるんだって思ってるよね。確かに確かに、そういうねちょっと違う一面もね見れたんじゃないかっていうふうに思います。